お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのメガナイトロイフグやっていきたいと思います。で、こちらのメガナイトロイフなんですけど、なんとスペル、呪文の枠が5だけですね。で、5 1枚で、その代わりに、まあ、相手にね、5を打たせる枠、ロイフグ、マザネク、ホバリング、ザッピーと、まあ、5活枠が多くなりましたよっていうデッキですね。で、5 1枚みたいな、最近なんかこういったね、変なデッキというか、なんか偏ってるんじゃないかって思われるデッキが結構いて、まあ、なんかラバクローンとかもスペル5 1枚とか、まあ、なんか他にも多分色々あるんですけど、なんかね、結局5 1枚でよくて、というのも、5 1枚だと何が困るって、相手のゴブリンバレルとかが処理できないんですよね。まあ、なんですけども、マザーネクロとか、ホバリングとか、結局ユニットでね、相手のゴブリンバレルは対応すれば、相手奥陣地のプリンとか、マザネクとか、その辺に5打っていけば突破できるよねっていうので、もう時代は変わって、ゴブリンバレルを呪文で守る時代はね、終わりました、皆さん。というわけでやっていきたいと思います。なんか相手陣地奥の厄介なのがいれば5打って、まあそれ以外はほんとね、自陣でして、おーい、いきなりコカッチャン引いたんじゃないか。これトリトンが、トリトンで守る方が理想だったんですけど、今手に持ってたんでね。手に持ってたのがメガナイトだったんで、メガナイト出しました。さあ、これはマザネクで守って、相手のゴブリンバレル対応できるのがないんで、まあ、ゴーストだったり、マザネクとかで守って、自然とね、カウンターにつながるようにしていきたいですね。なんか、呪文の役割を担うカードとかがいるんですよ。まあ、エレキとか。まあ、あとはマザネクとかもそれこそプリンセスとかもなんですけど、呪文入れなくても、まあ、呪文の代わりみたいなね、カードとして使えるカードがやっぱクララにあるので、まあ、その辺を使いながら、よいしょ。さあ、これね、受けるんですけど、別に受けたとて100とか200なんですよ。もうその程度のダメージやるよねって話なんですよね。そう、そんぐらいのダメージ上げていいから、よいしょ。自分のね、攻めを大事にするっていうのが大事ですね。これマジで、まあ、他のデッキ、ウッドを持ってるデッキとかでもなんですけど、枯渇、相手のゴブリンバレルに対して、あんま打たないですね、ローリングウッド。まあ、打つ場面もあるとは思うんですが、なんかその状況を見てね、基本的には、もうね、ユニットで守ってね、攻めでウッドだったり、攻めでスペルを使うっていうのが理想になってきますね。よいしょ。さあ、こう、マザーネクロでね、守っていきます。ダメージちょっと入るんですけど、まあ、言うてちょっとなんでね、俺のダメージの方がバカ入ってるじゃんかって話なんですよ。さあ、で、相手はロケットだと思うので、僕のね、ホバとか、マザーネクとかにね、一生苦しみますね。さあ、どうしようかな。まあ、これ別にケツメガナイト行ってもいい気がするな。ケツメガ行って、まあ、メガナイトの後ろにホバとか、あとはマザネクとかつけれたらね、いいよね。で、ロケットがあるので、ユニット全部固めすぎると、フルカウンター怖いかな。で、今バレル来たらゴーストで守ってみたいなね。さあ、これはちょっとゴーストをメガナイトの前に行かしてあげたかったな。後ろに行っちゃった。さあ、で、いや、ぶっ壊れ。さあ、ナイス。で、あのプリンとかが嫌だったら、まあ、5打ってあげてね。よいしょ。それで、他のユニットがね、もう強いの強いの。で、相手の、ここね、まあ来そうじゃないですか。まあ来そうなんで、一応マザネクからね、しっかり入ってあげて、で、踏んであげて、よいしょ。で、ここは、あとマザネクとね、タワーでしっかり処理してもらうっていう。するとね、基本的に、呪文で守らず、ユニットで守る上でのメリットが一つあって、ユニットで守ると、勝手にカウンターしてくれます、こんな感じで。呪文で守ったら、その呪文ってそこのターンで終わるんですけど、ユニットで守ると、そのユニットが盤面に残って、そのまま相手陣地にね、カウンターしてくれるので、まあなんか自分の攻めにつながりたいっていうメリットもあります。だから、できるだけ、ユニットで守れるときは、ユニットで守った方が、カウンターにつながって勝ちやすくなります。これはね、まあどのデッキ使ってても共通だと思いますね。さあ、そんな感じでね、もうユニットで守るのがね、最近大事ですからね。いかにユニットで守ってカウンターにつなげられるか。ユニットでどうしても守れそうなときは、呪文でしっかりね、まあカバーしてあげるのも大事にはなってきますね。さあ、相手何も出してこない。ウッディですね。ウッディ。ウッディ、まあ、枯渇、ホグ、クロス、まあ先だとロイジャイとかもありますけど、コウモリ。ああ、高回転オールブレイカー系かな、もしかしたら。まあディガーはトリトンで拾っていきましょうか。もうオリ。オリ、コウモリ、ウッド。バルーンかな。え、ちょっとだけバルーンっぽいね。あー、全然違うね。これ、ファイボーあるかもね。ファイボットの、あれだ。だから、ロイホグの、
ロイホグドーンスケドラ、なんかムートロイホグスケドラみたいなデッキが最近ちょっと流行ってて、それのスケドラがなんかコウモリになった方がねちょっといます。それですね。さあここでも檻とかもあるんでね、全然突破できるか分かんないんですけど、相手が結構攻めてきたターンなので僕もねゴリゴリに攻めていきたい。でコウモリ無双されちゃうんでね、ここでね早くマザネク助けてあげたいんですけど、マジゴボリが抹茶すぎるんだよな。うん、いや俺のマザネクチンチンやないかよマジで、やばい。さあこのマザネクはいらなかったですね。結局うちのザッピーが優秀だったので、もうワンテンポ早く出せたなら良かった。でロイグに対して、まあ、メガナイトで踏めるときはメガナイトで踏んで、で一番ほんと最初の方序盤だったらトリトンでちょっと近機動もね狙いたかったよねっていう話で、今さすがに固め出しとく来たらまあ5打って守ってって感じかな。さあまあ防衛硬いんで相手、俺の攻めが通るかって言われるとやっぱなかなか通らないんで、相手の攻めをねできるだけ防いでいきましょう。そうするとね、まあダメージで負けることはないんでね、まあ自分の攻めが通らない時には相手の攻めをね通させないっていうのが大事になってくるね。さあやべ待って、ミスった、これちょっとミスった、本当にミスった、マジミスった。そんなところにマズネク出すわけないじゃんっていう、いやーちょっとこれやばいな。やっちまるよ、痛い。さあこれムートで受けられての、まあホバつけとけばこのホバに5打ってくれそうなんでね、じゃあ5打ってほしいっていう願いも込めてホバ出します。あーオッケー、5打って、おーそれは激アツ。さあそれ耐えるんじゃない、うちのホバリング。あーまあ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 気をつけてください皆さん、本当に一回事故るとね、もうそれだけでも大ダメージで、そっから苦しいみたいになるんでね。で檻裂いたらロイフグもちょっと狙っていきたいけどね、それまで結構イモイモめで。さあ檻裂いた、さあ5使ってくれる、うわっ、いや激アツ、これは言っていい、これは言っていい、相手なんか5のエイム悪すぎん、そんな悪い人なかなかいないっすよねね、そんな当たらんっていうぐらい当たんないっすね。いやでかいな、なんか美味しすぎるなダメージが。さあこれちょっと豚にねしながらダメージ稼いでいこう。まあ右の方が僕は狙ってるんですけど、まあ左にプレッシャーかけることによってね、相手もちょっと両サイド守んなきゃいけなくなるんでね。あとはまあ僕はあのもう攻めなければ勝ちなので、まあ、無理せずっていうのね第一に行きたいね。まあ、マザネクコウモリだからね、ちょっとなんかスペル使わなくてもほぼ倒せるかもみたいな、ちょっとずるというかね、楽しようとすると事故りますよね。さあコウモリ、よしよしよし、コウモリ絶対来るからな。で5を使わすと僕は低めのねこのザッピーとか、マザネクホバが無双するんで防衛も楽になりますね。あれもめんどいから5打ってもいい気がしたな。さあ5打って、あとは無理しない、しっかりメガナイトで踏んであげるが大事。あとホバリングを出してホバに5を使わせるっていうのも大事。さあ無理するな、無理するな、外れろ外れろ願うことじゃねえけどな。さあしっかりね芋っていこう。相手もしっかり様子見てますね。あトリトンで引っ張ってもらおうとしてんなそれ。あーこれ待って、マザネクとさ5を一緒に当たんないよね。オッケーオッケー、当たんないなら全然よくて、じゃあともう25秒ぐらい一生これします一生これすれば勝てるんでね。そうさあ来るぞ、さあいっぱい来るぞ、しっかり5打って確実に。ロイフグが来るぞ、ロイフグ相手が、いや来ない、来ないのか、まさかの来ないパターン。いやホバリングがオッピー状態。さあナイス、いやまあこれは相手が結構5を事故ってくれたのもでかいですけどね。なんか自分の攻めがね通んねえなって思ったら相手の攻めをね通さないようにするのも大事ですね。なのでタイブレーカーに持っていく、やべ俺の攻めが通んねえってなっても別にそれは負けではないので、相手の攻めをね入れなければ結局引き分け、タイブレーカーになって、まあ、ファイブ削りとか、あとマジアチャー、うん、マザネクのね豚の最後の削りとかで、ね、ギリギリ勝てたりもするんで。さあこの豚ちょっともったいなかったかもしれないけど、さあ、アイウィズベビーファイボで、遅延スケラかな？最近ちょくちょく増えてきてますね。さあ、遅延スケラ。まあ、これもマザネクあたりがすごい活躍しそうですね。ホバリングであったり。いや、ちょっと痛えな、これ。
まあ、あとメガナイトのタイミングとかも大事になってきそう。さあザッピーで、これ同サイド行くと、まあ、相手からしたらすごい美味しいので、まあ、遅延つけら側はね、もう同サイド同サイドに持ってくるからこそ、僕は逆サイドにねちょっとユニット出して逆サイプランで行きたいですね。左側を攻めます。さあベビードラー、まあ、ほぼ出して高めでね、高め高めでいくと相手は5打ちにくいんでね。いやこれさ頑張れそうだ。おお頑張れすぎな。いやこれケツメガナイト結構いいんじゃない。アドを取ってますね。まあ僕10コスでメガナイトで相手トリネもそのタイミング使ってるんで最低3アドあって、これちょっとメガナイトの前に行くとね相手も檻をちょっと出しにくいみたいな。いやあれが硬えな。あそこに5打てたら熱かったかな。いやマジで檻がね本当に壊れてるんでね、強すぎる。檻が強すぎるからこそ、これも僕はダメージ通んないですね。ほぼ通んないから、まあ、相手のダメージできるだけ防いでいきたい。かつ、まあ、マザネクのちょっとダメージとか豚のダメージちょいちょい狙っていくぐらいですね。マジでね勝てんだよなゴリ、マジで硬いっす。さあメガナイト、あとは両サイ振るのもワンチャンありかもね。こういうのゴーストこっち出すと釣られないんで、まあタルババ防衛とかがあるっすけどね。相手はもうこっからガンイモなんでね。さあでまあ無理せずぐらいでね、ほどほどにを繰り返していきたい。さあホーバーが数発、いやこれこっちのアイウィズ痛いね。さあメガネとザッピー作る、で神ファイブも一回ちょっと決めたいね。メガナイト戻ってくると逆にいいんじゃない。ちょファイブ打ちたい。マストリーに渡る、いや熱い。したら陸なくなる、でここでロイフグっすね。いやちょっと違ったかな、防衛ファイブで終わっちゃうな。あんな、いやでもある程度ダメージ入ってくれる。まあある程度すぎるなある程度すぎるなこのダメージ。さあでも流れとしては悪くなくて、まあ、こんなイメージっすよね。さあもうホーバー5使ったんでね、これ蓋して、危ないスキラちょっと来そうだった。でこれ5でちょっとダメージ削ってきます。もうダメージ稼がないといけないんでね、タイブレイク見越して。オッケーオッケー、でそこに5打ってくれると俺のマザネク今最強なんで、もしここ大手スキラ来ても美味しいですね。いやロイフグワンチャン行ってもよかったね。今施設咲いててファイブも咲いてて結構熱かった気がしたな。さあホーバー最強、いやワンチャン延命できるな、これ延命できそうなんで下上げる。よしホーバーがね世界変えるんでね、やっぱホーバーが世界変える言うてどっか行っちゃった。で、ホバがマジ世界変えるんだね。ホバゲーして、ずっと高めに出しておくと、相手はね、やっぱ戦いにくそう。さあ、メガネちょっと出して、あとワンチャンスケラ、撃たれても今、マザネク持ってるんで、相手も撃てないっすよね。でさ、ちょっと、ホバ出して、よしよし。で、ファイブで削る。よしよしよし。いや、これ勝ったらマジででかい。よし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 。さあ、俺の負け筋は、最後、スケルトンラッシュ撃たれる。数ダメージ入ること、さすがにこっちだな。さあマザネク出して、相手スキル打てない、もう打ってもマザネクがね、よし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 、いやこれはよく勝ちましたね。これはマジででかいですね。まあメガナイトの同サイにゴースト出してもあんま刺さんないっていうので、しっかり逆サイにゴースト出して、まあ、両サイに振ったもいいですし、ホバリングをねしっかり高めで生かしてファイブを使わせたのもでっかったかなと。ずっとペース握ってた気がしますね。ナイス。やっぱね、スキラプラスファイボで形組まれちゃうと、結局マザネクいてもマザネクファイボで飛ばされてね、ダメージ受けちゃうんで、まあ、その形を作らせないように、高めでね、ホバで常にプレッシャーをかけると、まあ、ホバ苦しんでね、そこにファイボ使ったりとか、まあ、そこで結局相手の攻めの形を防ぐことができて、スキラ打たせない、打たれてもマザネクがある状態、だから相手からしたら攻めれないっていう状況をね、キープできてたんでね、
さあ、もしかしてまた地変スケラですか？これエリジェだったら知ります。さよなら。いやでもどっからどう見ても地変スケラだな。これ女神突き出しちゃおうかな。あー最悪だ。親衛隊に対して自分からメガナイト出しちゃった。バカですこれは。よくないです。まあここでも5打てば意外と突破できるみたいな。相手がねここでロフ来たら終わってました。まあでもさすがにメガナイトにね防衛コス使ってくれてる。さあ親衛隊ロフですね。まあまあまあなんとかね、なんとか生き延びた。でこのホバーな無視、ワンチャン無視でもよかったけど、まあ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 ここ、ゴコスロイフグもワンチャン来ますね。まあ、でも、ザッピー、これ、LSP か？あー、降りね。オッケーオッケー。いや、でかい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 。一旦ここ乗り越えたのはでかいですね。なんか、降りさえたら基本的に陸受けないから、トリトンメガナイトみたいな、ああいう形をちょっと組みたくなるんですよね。組みたくなる、ちょっと癖でね、組んじゃったんですけど、まあ、親衛隊なら組まなくていいな。さあ、耐えて、相手が、ま、親衛隊か。まあ、豚たまたま出してくれたらね、ありがたいけど。出してこない限りは僕もメガナイト出さないか、まあ親衛隊に対して出すぐらい。これちょっと早めに処理したいな。ホバ来ねえかなこれ。いや来ない。いや来るんかい。さあ5打ってよくて、結局これは打ってもまあ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 大丈夫か。トリトンゴーストあればある程度は守れると思うんだけど、いや相手の防衛結構硬いんでねこれ。さあちょっと落ち着いてね。いやーイモリ対決だな。どっちが強いかっていう話っすよ。まあホバーが強いんでね、僕は相手のホバーをファイボでやれさえすれば。さあでもホバーが嫌と。でもそこに使ったら俺マジマザニックパーティーなんすよ。パーティー開催。よしよし。でどっちが来たら踏めるんで熱いね。相手もそれ分かってて一回捨ててくるか。いやこれ5を打つ必要なかったかな。メガナイトで形組んじゃえばよかったかな。まあまあまあ、さあお互いねこれ行っても結局死にたで回収されちゃうんでっていうのお互い分かってるんでね、もうお互い後ろ後ろですね。いやでもいいいい、トリトンが頑張ってる。いやトリトンがこれ結構ダメージ稼ぐぞ。いやでかいでかいでかい。さあトリトンゲー、そこちょっと蓋してあげて、いや蓋して、ホバホバ、いや頑張れる。いやタケガタケガバカタケガバカマジでバカ。うわうわ俺のマザネくん何のためにマジかよ、何やってんだよあいつ。説教だぞあれは。あれは許せん、今のは許せん。いや相手のホバか。いやこれはラッキー。よし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 、ちょっとお互いこんな感じでね、ちょっと自己り合いながら。いや、豚ちょっと耐えるのでかいな。あれさ、あれ、5打つ必要ないんだよね、これが。いや、5打つ必要ないと思ったけど、結果的に打ってよかった。よしよしよし。ホバザッピーがプレッシャーバカ与えてる。よし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 。あとは芋って、芋って、芋って。芋るの大事だからね。よしよしよし。足遅いニットできるだけ出してあげて、あとホバマザネクザッピー系が巻き込んで一緒に処理されないように、できるだけ違う位置に出してあげて、相手のホバ速攻やっていいですね。ホバーさえやってしまえば、あとはユニットでなんとかなる。よいしょ。片サイゴーストの範囲と片サイはメガナイトの範囲と。で、こうなったら結構いける気がしてて。さあ、メガナイト後ろにつけてあげて、ホバー来たら速攻ファイボスね。で、ここが生きるんで、そしたら俺のホバーが一生生きるんでね。よしよしよし。右サイ残ってるんで左サイやって5打ってきたんで、この瞬間でロイグ攻めるとホバも残っててゴボリ置いてもホバゲーですね。ホバパーティー来ましたね。これはさすがに決まったっしょ。そうナイス。まあ、粘り勝ちですね。相手がちょっとね、プレイがちょいちょいね、ホバとかね、事故ってましたし、まあ、僕は一回あったんですけど、マザニクサイならね。まだ気をつけて、しっかり粘って粘っていけると、まあ、勝てるんじゃないかな。粘りがね、やっぱ大事っすね。いや、今んとこめっちゃいいね。1枚ファイブがね、なんかウッドとかね、ロイフグに対してウッドとか、シエタに対してウッドとか、プリに対してウッドとかやっぱ欲しくなるんですけど、まあなくても結局ファイブを1枚あれば十分戦えるよねっていうのが、まあ今の環境ですかね。マザネク、まあロケ砲とかプリンとか、ファイブでそこさえやってしまえば、
あとはウッドなくてもウッドをカバーするゴーストマザネコホバとかね。さあふうよろしくねーと。いやー出してこないのか、どうしようかな。なんかだゴーストあればね出していいと思うんですよ。ゴーストは本当はとりあえず出しとけって優秀なカードなんですけど、それ以外がな。さあラバー、ラバ掘りですね。ああ、わかんない。ラバルかもしれない。これで、相手の対空、スペルか。スペルが柳雨なのか、ファイボなのかで、まあ、マジで世界変わるんですけど、柳雨だったらマジ勝ちっすね。ああ、バルーンだったらまたちょっと話が変わる。バルーンだったらまたちょっと話が変わって、ファイブ打たれる。さあ、これね、もうえぐいっす。ラバルでファイブ打たれるだけで、大ダメージ受けるっていう。まあまあ、これはもうしょうがないですね。でも一応ターン残ってるんでね。ホバ行かれたのはちょっと痛い。痛い。まあ、でもでもみたいな。さあ、ちょっと5打つ。いや、打たなくてよかったかな、これ。逆サイブタでもよかったかもね、5打つ。いや、でもスケドラメガゴ。いや、これ。いや、落ちるまではいかないか、あのメガゴで。いや、でも結構入る。結構入る。いや、もうちょっといってほしかったな。まあまあ、ラバル5っすね。いやーこれはちょっと嫌ですね。まあ、ラバルで5打たれるだけで落ちるんでね、今みたいに。まあでも意外と頑張れないことはないね。さあ。で、これ相手が左サイド攻めてきてくれたの美味しくて。だって、左サイド400なんかも適当に攻められるだけで僕落ちると思うんですよ、タワー。まあだから、あれも守んなくてよくて、その代わりに僕は右を攻めます。よいしょ。いや、これも美味しいんですね。全部パピーにしてあげます。で、しっかり、パピー？豚か？豚ちゃんにしてあげるイメージですね。よしよし。で、これで、もういちいち交換すればいいんですよ。で、5使ったら、じゃあザッピー最強だよね。じゃあロイホグ最強だよね。うん、ロイホグね、マシマシ豚。さあ、増して増して増して。いや、この5多分ね、打たなくてもよかったかもしんないけど、まあ、打ってもよかったか。で、僕のマックスで最後にね、ここ、バルーン来ることなんで、まあ、バルーン5確定なんでね。相手ももうびっくり。ありゃまあ、あれも笑いが止まらんな言うて。さあ、キング落とされなければ、あとは間に合わないので、カチカチ。さあ、ドヤ顔グッドゲームでもしとこうか。ほれいほれいほれい。はい、というわけで、ありがとうございます。まあ、というわけで、今日はね、メガナイトロイフグのファイボだけをやったんですけど、まあなんかしっかりユニットね、最後のラバルもですけど、守れないんですよ。守れないならしっかりユニットをマザネクとか延命して、まあその後のカウンターにつなげていくであったり、まあ相手のね、バレルとかもユニットで守って、攻めでね、ファイブを使う。これは他のデッキでもね、何でもこう言えることだと思うんで、まあできるだけユニットで守ってカウンター。で、スペルは攻めで使うっていうのを、皆さんね、ぜひ意識してやってみてください。勝率少しはね、上がると思います。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。